さあ始まりましたアイナチャンネルセントウルステイクス形成杯オータムハンデ最終の最終予想でございますということですね土曜日の傾向を経てですね未公開の解明の方ですね発表していきたいと思います新潟1回はよく当たるんですというところですねシオンステイクス大的中いたしました3連覆25点でゲットいたしましたしえ先週の札幌 2歳ステークスと小倉2歳ステークスもですね、的中しておりますということで,ですね、絶好調のこの予想ですね、新潟以外はとてもよく当たるので,ですね、特に経済杯オータムハンデはですね、穴からいくのでぜひです、ね、最後までご覧いただきたいと思います。 まずは、セントールステークスのポイントからいきましょう。ということでですね、土曜日の傾向なんですけれども、先行場が9頭、差し馬が9頭という、全く互角の展開になりました。というところですね、意外にもですね、差し馬が有利なんだなというところですね、開幕終了なんですけれども、思ったより差しが決まるんだなというところですね、ぜひですね、覚えておいていただきたいと思います。 セントルステイクス、本戦の解目ですね。本戦の解目は16番のダノンスマッシュですね。トライアルの神、ダノンスマッシュからですね、9番、9番のシバージに流していくというところですね。ウマタン16級、そしてですね、ウマレン・ワイド16級を狙っていきたいというところですね。お話しいたしました。というところですね、伏線の解明についてもですね、発表していきたいと思います。 未公開の買い目の発表に行きたいと思いますということで,ですね、えー。3連単で今回は狙っていきたいと思います。未公開の買い目の方では3連単で、えー、焦点数、とにかく焦点数で人気決着になるんじゃないかなというところですね。私は予想していますので、えー、人気決着の方に1票投じたいというところですね。えー、気持ちよくです、ね、ズバッと当てていきたいなというふうに思っておりますということで,ですね。回目はこちらになります。伏線の買い目なんですけれども、16番、16番を1着に固定 しまして、6番の声雲構成非常にですね。高松の宮記念でもですねえ。勝ち倉を挙げている。非常にこの中京1200メートルが得意なですね。雲星雲構成、そしてシバージさらにはですね。11番のビアンフェ3歳馬ビアンフェにえ2着。 そして3着固定ですね。表裏ですね。この2、3着は表裏で狙っていきたいとで。流していくのが6、8、9、11、15というところですね。3連単フォーメーション、このような回目ですね。狙っていきたいなというふうに思っております。 続いてはですね、形成杯オータムハンデについてですね、解説していきたいと思います。ということですね、ポイントといたしましては、先行場が11頭、し馬が7頭という決着になりました。ということですね、えー、先行場有利の馬場なんですけれども、お馬場もですね、あの雨の影響ですね、そこまで悪くはないんじゃないかなというところですね。馬場もそこまで悪くはないので、両馬場に復活しているんじゃないかというところですね、中から外枠がベターじゃないかなというふうに思っております。 形成杯オータムハンデの本戦での解明はこちらになっております。ということでですね、形成杯オータムハンデなんですけれども、5番のですね、アンドラステ、アンドラステから10番のトロワゼトワル、逃げ馬トロワゼトワルとですね、14番のアストラエンブレムに馬タンを流していく。そしてですね、馬連といたしましては4番のストーミーシーにも流していきますよというところですね、こちらがですね、本戦の解明になっていきます。ということで,ですね、続いてですね、未公開の方。 発表していきたいと思います。 続いては未公開の解明の方に行きたいと思います。今回ですね、冒頭にも申し上げましたけれども、穴馬から狙っていきたいというところですね。穴馬から狙っていくのを今回はですね、テーマにしてですね、馬連ワイドボックス、そしてですね、一等軸とした馬連総流し、総流しではないですね、馬連流しですね、狙っていきたいなというふうに思っております。ということですね、伏線の解明はこちらになります。馬連ワイドボックスに関しましては、先ほどアンドラスでの相手に挙げていた4番、10番、14番ですね、この辺をですね、ワイドボックス 馬連ボックスで取っってていいけたらなとううふうに思っておりますさらに、ですね、逃げるというところ、ですね今回逃げるトロワゼトワル、昨年と同じ、さらに、ですね、ババが回復してパンパンの両ババになった場合、です、ね、10番のトロワゼトワル、この馬がですね勝つ可能性というのは非常に高いと思いますので、2番、4番、13番、14番、2番の付け加えたですねボンセルビーソ、前の馬を付け加えた、ですね、馬連 これをですね、狙っていきたいなというふうに思っております。ということで,ですね、この生まれ流しで,ですね、高配当の方を狙っていきたいと思っております。チャンネルは絶賛拡大中でございます。3700人を突破いたしました。ぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。グッドボタンで運気を貯めていきましょう。さようなら。